リスナーのための解説がついに始まります。皆さん、ありがとうございます。さあ、というわけで、今回こそはちゃんと見れます。皆さん、とくとご覧あれ。特に、満を持して一戦目、私の一戦目が今日から始まります。さあ、文明はこうなりました。えー。アステカ、スペイン、モンゴル。えー。 アステカ、スペイン、モンゴル。へぇー。全く分からん。アステカが強いんだ。へぇー。なんでしょうね。アステカが強い理由。あまりちょっとよく読めないんですけど。いや、これはミラーとかじゃないですね。これ全員ピックしてます。へぇー。 よくわからんけど、よくわかった。さあ、ただこれ、ちょっとよくないように見えるのは、これ、よく、良くないか、よくないかって言われるとどうだろうな。えー、っと、配置とりあえず見ていきましょうか。紫がモンゴルで、ライムさん、これ全員ですね。ライムさんが全へモンゴルですね。で、スペインがオニーニさんで、アステカがピエさんですね。 さあこれなんかカオスピットなんかワンダラーが初めて臭い発言してるけど大丈夫か <laughs> さあ完全にこれ僕ちょっと新しい版のカオスピットを見るのは実は初めてなんですけどこれ鹿はいるんだけどイノシシがいないんですねなるほどこれアステカ進化できんの これ選んだのカナダ側ですね。ザ・ワンダラーが、実にワンダラーなこと言ってますけど、大丈夫ですかねさあ、完全にカオスピットという感じですね、まあ。民兵は多分めちゃくちゃ強いでしょうね。これ、こういうところの木こにね、あの、探って、打ち当てに行ったら、間違いなく強いんですけど、ただ、これ民兵をやるほどの支援があるかと言われると、それはまたちょっと大変なんですよね。はい。 さあ、ちょっと気になるところですけどね。さあ、ちょっと戦術はいろいろ確認をしていきましょう。さあ、確実な鹿寄せを決めているのは、このプロのライムさんですね。これがライムさんですね。さあ、黄色が、えお兄さん。さあ、お兄さんもバッチリと鹿を寄せ寄せしてますね。しかもこれ、イチゴが近い。これ、ポインティングですね。 そしてさん、ピエサ。ピエんのところは、まあ、これはちょっと柵でサクッとサクりながらの、ここで鹿と肉食えてうまいですね。これ地形もかなりいい感じの地形に見えますね。さあ、対面がこれ、赤がスラムですね。赤がスラムですが、スラムも一応ちょいちょい鹿寄せはしてますね。ちょいちょいとちょいちょい鹿寄せしてますね。で、青がアステカの RA ですね。 で、青じゃねえ、青じゃねえよ。これ、どうにでも緑じゃん。緑が、スペイン、ワンダラーですね。さあ、ワンダラーが、これ、手前側ですね。これ、切ってる木が。ご覧ください。これ、切ってる木は、えー、二国、南、えー、この、外側じゃなくて、内側ですね。で、ただ一人、スラムだけが、外側切ってますね。で、日本勢は、アステカのピエスさんが、 内側切ってて、で、お兄さんが外側。で、ライムさんも外側切ってるという感じですね。さあ、鹿がちょっと今日言うこと聞いていない。大丈夫か。さあ、押せてる人はいるのか。さあ、押せてる人。お兄さん押せません。スラム、当然押せません。ライムさんが結構押せそうですね。ライムさんが結構押せそうかどうだ さあ、パッと見。んキルズ2ビルズどうしたピエスさんの農民が殺されたのかいや、そういうわけではないか。どっかでなんか被害があったんですかねちょっとごめんなさい。完全に見逃しました。まあ、ただ、パッと 何に何もなさそうに見えると思いたいたですけどなるほど。やっちまいましたね。木こり場か。あ、木こり場ね。とんでもないことになってましたね。いや、これは、はたおりしてなかったからか。しゃあないやつですね。 さあいきなり雲行きが怪しい状態になってきましたけど、これ大丈夫ですかねさあ、地形の囲い方完璧ですね。さあ、ライムさんはこれ石がっつり彫りですね。がっつり彫りからの、これは TR 仕掛けるんじゃないんですかね。さあ、どうなんでしょうか。さあ、アステカの青の民兵も来ている。で、ピエさんは民兵を 完全にこれ自陣にしてますね。自陣の方にやって、守りに回らせるという感じか。さあ、そしてここ、もうすでに一つ目の穴が開きそうですね。これ、お兄さんのとこです。いいライムさんのとこまだちょっと時間かかるかな。さあ、ここ完全にガード。ガードですね。さあ、大丈夫か。この辺、うまくいけるか。さあ、 ライムさんがまずは完全に TR 仕掛けていくスタイルですね。TR ですね。で、RA が今民兵。で、なんと、ワンダラーはこれ多分即上手ですね。即上手。で、ピエさんは完全に民兵なんですけど、全然ちょっとピエさん、領主押せる気配がない感じですね。ちょっと、どうでしょう。ギリギリなのかな 民兵の制度の違いがちょっと出てくるか RA となんか全然人口差が激しいけど大丈夫かこれピエさんさあ民兵の死骸が多分見えてるだけだと思いたいがさあここちょっと民兵が食われないセーフですね なんか結構重そうですね。ゲーム的には。さあ、こう走行しているうちに、なんとチームウォールが完成しているのがカナダ側ですね。完全にチームウォール完成です。恐ろしい。さあ、この圧倒的柵の前に屈するか、ライムさんの TR。うーん、ちょっとこれ難しい感じですね。さあ、どうなるか。 さあ、お兄いにさんのところが、えー、これ、ちょっと、良くない感じか。やっぱちょっと農民死んでるように見えるな。あー、無理やりこれ、外に行って、金取ってますね。あ、両者押してたどう見ても両者押してたわ。あっと、大丈夫か。ここ、アステカの、 ピエさんの民兵が何とか守ってくれているさあ何度か大丈夫ですかねここ当てはさあ先に領主進化したのがピエスさん RA はまだ時間がかかるような感じですかねさあスラムが上手押している上手を押しているがさあここから先どうするつもりでしょうかねこれ石打って無理やり進化はしてますね あ、本当だ。同時に入ってたわなるほどそんな計画に回ろうとしているのかこれですねこのお兄さん石膏ですねなんと恐ろしい あでもパッと見、出られるのは、一番早くて、ここのスラムのところでしょうね。怪しい黄色の海。これですか。これですね。さあ、怪しい黄色の海、何をしてかすかというところですけど。 さあ、ピエスさんがこれ、どうなるか、もう一人いたマジで。あ、ピエスは普通に上進狙うんですね。いや、全然流れが分からなくて、ついでいけないです。さあ、ミンペイがとりあえず襲っては来ているものの、まあ、これはそんなに。 なんてことはないと思うんですけど。さあ、ライムさんの TR はちょっととりあえず、やや不発気味に終わってしまうのか。さあ、ここは一つ、お兄さんの視界取りを見ながら注目していきましょう。さあ、ここで、完全に、柵で、ガード。完全にガードです。 ワーロスな展開になってきた。さあ、ここどうなるか。スラムのところから脱出はちょっとできそうな気がする。と思ったけど、次ここですね。これはでも大ダメージでしょう。かなりで。いやー、こんな工夫があるんですね。そして自分らは悠々とここですね。ピエさんのところの。 穴からですね。完全にスルスルっと出ていくスタイルですね。まあでもちょっとまだまだこれからわからんかなっていうところはあるんですけどね。うーんと、あれライムさんの塔はもう完全に終了ですかね、これ。ライムさんの TR は完全に終了のようですね。 で石は結構蓄えあるんですけどこれ当分ちょっとやっぱりまだ上印を狙うのは難しい感じになりそうですねさあこの柵が後々どう効いてくるかというとこですけどどうでしょうかね まあそうなんですよね。それ結構やってくれたら面白そうなんですけどね。赤の木はこんな感じです。あと18なんで、これちょっとさすがに間に合わないと思いたいですけど、どうでしょうかね。まあでもこれ積極的にお兄さんが騎士とかでぶち抜いてくれるとまた全然変わるんですけどね。まあスラムのアンチオーダーはここに TC 速攻建造で なんとか守ってしのぐみたいな、そんな感じになるとは思うんですけど、どうでしょうかね。この流れ。さあ、他のメンバー一応見ていくと、ああ、ザワンダラーも常習委員そうですね。ここがちょっと怖いね。これ、あ、RA がつ入れますね。アステカがつ入れます。完全に蜜毛入りました。となると、これちょっと 今季がちょっと厄介ですね。そうなってくるとここなんか柵は合ってないようなものと思ってもいいんじゃないですかね。ここに例えば城とかを建てられたりするとあっという間に柵なんて開いちゃいますからね。うーん、ちょっとここはどうだろう。まあ、やらないよりマシだというふうに思いたいですけど。さあ、ここはお兄さんに一つ注目をしながら見ていきましょうか。 さあ、しかしここやはり空いてしまった。ちょっとやはり遅かったですかね。うん、ね、ちょっとさすがに遅かった。と思ったけど、ブブリクラッシュしてしまった。わおわおわお。ピエさんが落ちてしまったようですね。というような。 現状の今の流れですね。うーん。どうでしょうね、この流れ。ちょっとパッと見思うのは、ライムさんの領主戦がちょっと長すぎる気はするんですよね。ライムさんの領主戦が長すぎるのと、 おににさんの上手院が空振りしそうな気がするのと、ワンダラーの即根機が蜜ぎありでどれだけヒットするかですね。ここをご覧ください。ここ、柵で開けているところですね。これもし、例えばここに、こう、白がドカーンと一発来てしまうと、もうめちゃくちゃやばいですよね、これ。これめちゃくちゃやばいやつですね。これがちょっと一番気になりますね。というわけで、 めちゃくちゃ気になるというよりはもうやばいと僕は思います。はい。